おはようございます。こちらは、神奈川県は湯河原町の宮上の宿というところにおります。ただいま8時10分ですね。ちょうど今朝風呂を浴びてきたところになります。はい、こちらの宿はですね、湯河原町にはあるんですけども、道路沿いで言うと宮上の湯っていうですね、いわゆる日帰り温泉施設に付随する宿となってます。宿といってもですね、これはもう見ての通り完全にこれマンション 3LDK ですね。私今日一人で泊まってますけど、ここ和室になっていて、布団は2つ、はい、でここだけでも2名泊まれる。でここは6席あるんで、6人までは許容するって想定なんでしょうね。で、細かくは見ないですけど、トースターオーブンあって、これ今、湯沸かし器でお湯沸かしてますよね。これ見ると、こういうところとかも、ほら、ご飯も炊飯器がついてたりとか、いろいろ、朝洗いした後のあれとか、もうお皿とかも一通り揃ってて、すごっ。ここ空いてるか。冷蔵庫もそれなりに大きいのついてるから、入ってませんけどね。これなんていうのかな。使い方としてはさ、いわゆる、湯治宿として使うんじゃないかなって思うんですよね。見てごらんさい、これ。ほら。ね、ここ二人でしょ。で、なんと、もう一部屋あるわけですよ。ね。使わないけど。広っ。いやー、すごいっすね。そうか。椅子が6つありましたけど、6人泊まれますよって、ね。これトイレも綺麗です、ほら。閉じてきましょうか。閉じてきましょう。ね。いいね。で、いいお風呂ここには付随してるんですけど、なんと、ユニットバスもありますと。これ使わないよね。使わないでしょ、これ。ここに来て。そうですね。じゃあ、ちょっとあれですね。ここの宮上の湯のうんちくを垂れますかね。なんていうのかな。基本的にこう、岩風呂なんですね、作りがね。これすごく、大体もう木で作るか岩で作るかなんだけど、岩って言っても加工された岩で、なんていうの、ごつごつしてないというか、表面滑らかタイプ。もちろん滑らないようにはなってるんですけど、僕は好きなやつですね。岩風呂ってやつですよ。岩風呂って言ってもさ、ごつごつした、いわゆる天然な石みたいのを利用したものもあれば、そうじゃなく加工した方の岩のやつですね。色味とした緑色系のものになるんですけど、そこそんな語ってもしょうがないんですけど、源泉は61度ってなってたんで、ちょっと厚めだからガンガンかけ流すわけにはいかないんだと思うんですよね。イオンが上がりすぎちゃうから。だけどね、どうなのかな。ここは賛否両論あるんでしょうけど、ちょっとかけ流してほしいかなとは思いましたね。ちょっとそこはね、なんとも、事情等もあるのかわかんないので、ここはいいでしょうと。湯河原温泉ですって話。で、あと、炭酸泉がありましたね。これはもう今の時代の流れなんでしょうかね。炭酸泉、好きな方いらっしゃいますんで、ぬるめ炭酸泉ですね。ないよりはあった方がいいよねってことで、僕はそこまで人工炭酸泉についてはですね、そこまでなんですけど、なんでかっていうと単純に、天然物にこだわりがあるからで、人工炭酸泉、人工なんで、別にっていう、どこの浴槽施設行ったって人工炭酸泉は人工炭酸泉なんで、そこの土地の良し悪しみたいな、
そういう話じゃないんだろうなと思うんですよね。そういう意味で、まあ、人工炭酸泉がうんぬんかんぬんって話はそんなないです。だけどね、まあ、ないより変わった方がいいっていう話。で、水風呂があるんですよね、この人ですね。これ今上から撮影してますけど、まあもちろんね、もう水風呂はね、絶対あった方がいいよね。うん、まあ、いわゆる温泉っていうのは、なんだろうな。まあ、平たく言うと、のぼせやすいんですよね。まあ、そういった時に、こう、水で冷まして、で、そのまま外に出ると。いうのは僕、いいんじゃないかなと思うと、水風呂があることに関しては、結構感心しました。いわゆるその日帰り温泉施設に水風呂あるのは当たり前だろうと思うかもしれないですけど、いわゆる温泉地の温泉施設に水風呂がないっていうのは、むしろそれが普通なんですよね。だから、水風呂があることに関しては、いいんじゃないかなと思いました。ただね、ちょっと水風呂は、水のかけ流し量が正直足りないかなと。水もに関して、水に関しては、水をじゃんじゃん流すだけなので、温泉の違って、なんかいろいろ事情うんぬんかんぬんって話はないと思うんで、まあ水のかけ流しについては、バンバンかけ流してほしいな、っていうふうには思います。はい。ちょっとぐだぐだになりましたんですけど、以上になります。